ジャイアンツ、5年ぶりの単独再開。お疲れ様でした。5年ぶりの単独再開ってマジか、去年なんだかんだなってなかったか。戸郷負け戸郷が見えてきたな。シンプルに弱い、語ることある？なんでこんな今季はアストゲームでも意地でも山瀬使わんの？毎試合どんどん見どころがなくなっていくのなんとかならんのか。副音声の権藤、巨人はおかしいですよ。下で打ってないウォーカーが上がる。2番3番に絶不調を並べる。ちょっとねえ、前代未聞ですよ。普通の感想やね。OPS 0脱出以降の坂本、3割、1本、2打点、2四球、3三振、OPS 0.864。お前ら坂本批判は違うぞ。ようやっとる。あんまに分布は低ないんやがなんでウォーカーなん、どうせ再開なんやからハゲオとかみたいのに、とはいえすぐ打てなきゃ帰られて自信なくしそうやし腹やめるまで2軍の方がええんか？そいつら実績ないやん、実績ないと1軍じゃ打てないんやで。メンデス落ちたから外人の兼ね合いやろな。大勢、今日もブルペンで寝てるだけで終了時間終わってしまったわ、さて帰るか。岸田は3年くらいその生活してそう。今年はイースタン楽しもうや、OPS 1.0 超える若手がなぜか1軍に行かないからクソ強いぞ。菅野山崎が復帰しないと再開抜け出すのはきついかもしれん、投手力が歴史上最もひどいレベルやし、原が何をしようと大変やわ。中日は世界一やからな、この焼け野原で要求点で抑えたわ。